はいどうも皆さんこんにちは。今回は第二次世界大戦に対する日本の対応についてお話ししていきます。第二次世界大戦という大きな事件を受けて日本ではどのような方針を決めたのか、またなぜそのように決めたのかということを今回の動画で確認していきましょう。ヨーロッパでドイツがポーランドに侵攻し第二次世界大戦が始まった時、日本の総理大臣は安倍信行でした。この安倍信行は内閣を組織する際に昭和天皇から3つの条件を付けられています。1つ目が陸軍大臣は畑俊六か梅津義次郎のどちらかにすること、2つ目が外交ではイギリス、アメリカと協調すること、3つ目が治安を維持するために内務大臣、司法大臣の人選を慎重にすることです。天皇自らがこのような指示をするのは異例のことで、特に陸軍大臣の候補者を指名したのは前例がありません。当時の昭和天皇は陸軍は国内外で対立を引き起こしている、陸軍を抑えなければならない、陸軍が選んだ陸軍大臣は認められないと考えられたのです。結局陸軍大臣には畑俊六が選ばれて、今の陸軍は天皇陛下から信用されていない、陸軍はまず第一に陛下に信用される陸軍にならなければならない、陸軍は政治に関与することをやめて軍人の本分に帰るべきである、という声明を出し行動を慎むようになっていきます。このような経緯で成立した安倍信行内閣は、日本はヨーロッパの戦いとは距離を置く、大戦には介入しないと宣言しました。当時の日本は日中戦争の真っ最中で、そちらの方が重大な問題だったのです。特にアメリカから通告された日米通商公開条約の廃棄は重大な問題で、日本は何とか条約を存続させようとしましたが、アメリカはまずは日本が中国で行っている経済介入をやめろ、これが改善されない限り新しい条約は結ばないと強硬姿勢を取り続けます。そのような外交問題だけでなく、国内では物資の不足も起きており、国民の中には不満が広がっていました。各方面からの批判を浴びせられた安倍内閣はとうとう総辞職、次の総理大臣にはイギリス、アメリカとの関係を維持できそうな米内光政が選ばれました。しかし結局のところ日米通商公開条約は失効してしまい、とうとう日本とアメリカの間には条約がない状態になってしまいます。とはいえすぐにアメリカからの輸入が途切れたわけではありません。あくまでもアメリカはいつでも輸出を止めることができるという状態になっただけでした。しかしこの状態は日本からするとアメリカに命綱を握られている状態です。いつ打ち切られるのかとビクビクしなければいけません。こうして日本はアメリカに頼っている今の状態から脱却しよう、自分で資源を手に入れることができる状態にしようと考えていくようになります。さてこの頃陸軍で重要な人事異動がありました。陸軍には大きく分けて陸軍に関する政治を行う陸軍省と、陸軍に関する作戦指揮を行う参謀本部がありましたが、その軍務局長と作戦部長に武藤明と富永教授が就任したのです。これら2つの役職は両機関の実務におけるトップの役職で、それに就任した2人は共に統制派出身の人物でした。つまり陸軍では統制派出身の人々が圧倒的な影響力を持ち、陸軍を引っ張っていくことになったのです。この武藤明という人物はもともと日中戦争を拡大してきた人物でしたが、2年にわたり現地で日中戦争を経験していく中で中国軍を舐めていた、日中戦争を拡大したのは良くなかったと考えるようになっており、日中戦争を早く終わらせるべきだと考えを変えていました。こうして陸軍中央に復帰した武藤明は日中戦争を早く終わらせようとしていきます。武藤の考えはこうです。ついにヨーロッパで大戦が勃発した、いつか日本もこの大戦に巻き込まれるだろう、現在世界各国は戦争体制を作っている、日本もこれに遅れてはいけない、しかし今の日本の勢力範囲では石油、ゴム、アルミニウムの原料が取れない、これでは戦争に負けてしまう、となるとそれらを産出する南方の資源を獲得しなければならない、ここを確保して日本が自給自足できる体制を作り上げるのだ、そうやって日本を強くして行き詰まった日中戦争を早く終わらせよう、そして次の戦争に備えよう、このような考えのもと武藤明が中心となって
激動の世界情勢に対する政策を陸軍は決めていきます。その内容は主に5つ。最も大きな目標として日本が自給自足できる大東亜共同経済圏を建設し日本を強くする。そのために陸海軍の軍備を拡張する。そしてヨーロッパの戦争には不介入方針を維持する。また日中戦争を早く終わらせて両国の経済提携により重要産業を開発する。そして最後に国内では全ての国民を戦争に動員するための組織を作り上げ次の戦争の準備をするというものでした。この方針にのっとって陸軍は南方、フランス領インドシナ、オランダ領東インド、ソ連の4つの方面に分けてそれぞれどのように処理するかをまとめました。順番に見ていきましょう。まずは南方についてです。南方というのは日本の南の方にあるインドシナ半島、マレー半島やシンガポール、そして現在のインドネシアなどのことです。この辺りはオランダ、フランス、イギリスの植民地となっていたため日本にとってはチャンスに見えました。なぜなら当時ヨーロッパではドイツがオランダを占領しフランスも降伏しているところでイギリス本土に上陸作戦を仕掛けようとしているところだったからです。日本の陸軍はドイツとの戦いによりイギリスは敗北するだろうと予測していたため、それに伴って南方にあったイギリスの植民地も崩壊するだろうからそのチャンスを逃さずにここを攻略しようと考えていたのでした。しかし一つ気がかりなことがあります。アメリカです。もしも日本が南方へ進出した場合アメリカがどう出てくるかはこの時分かっていませんでした。当時日本とアメリカの力の差は約12倍と言われており、長期戦になるとアメリカの生産力の前で日本は負けてしまいます。ということで日本はアメリカとの戦いをできるだけ避けながら南方を攻略しようとしていくのです。次にフランス領インドシナについて見ていきましょう。先ほども言った通りフランスはすでにドイツによって占領されていたためドイツの言うことを聞くようになっています。ということでドイツと協定を結んでいる日本からすると自分の主張を通しやすい地域です。こうして日本はフランス領インドシナ、略して仏印に対して蒋介石を援助するような行為をやめろと主張します。こうすることで仏印を通じての中国支援を遮断し日中戦争を終わらせようとしたのです。さらに日本軍の補給、部隊の通過、飛行場や基地の使用を認めろと主張してここを基地としてシンガポールやオランダ領東インドなどに攻め込もうとしていきました。続いてオランダ領東インドについて見ていきましょう。オランダはすでにヨーロッパでの戦いでドイツによって占領されていたものの、オランダ政府自体はイギリスに亡命する形で存続していました。つまりオランダはイギリスと連携している状況だったため日本からすると自分の主張を通しにくい地域になります。とはいえオランダ領東インドは石油をはじめゴムやアルミニウムなどの資源が取れる場所だったため日本としてはここを何としても抑えたいです。しかし武力によって日本がここを占領したならば乱印当局が石油施設を徹底的に破壊する恐れがあります。もしもそうなれば石油生産の完全な回復には 2,3 年かかると推定されており、それを避けるためにも武力での占領は避けるべきだと考えられました。ということで日本はオランダ領東インドに対しては強気に出ず、しばらくは外交によって資源を確保しようとしていくのです。最後にソ連について見ていきましょう。今まで見てきたようにこの頃の日本は南の方へと進もうとしていました。ということで背後にあたる北の方にあるソ連が日本に攻めてこないような状況を作るべきです。こうして外交によってソ連との関係改善が図られていきます。そこで注目されたのがドイツでした。ソ連はすでにドイツとの間に不可侵条約を結んでいたため、日本とソ連はドイツを媒介して協力関係にあったのです。ということで日本はドイツに仲介してもらってソ連と不可侵条約を結ぼうとしていきます。このような考えを陸軍は当時の総理大臣米内光政に提示しました。しかし米内はドイツはイギリスに勝てないと考えていたため、ドイツに接近する陸軍の考えに否定的です。ということでこの考えは内閣の考えとは異なると言って受け入れを拒否。こうしてドイツが勝つと考える陸軍とドイツが負けると考える内閣との間で対立が発生します。このままでは計画が実行できない、そう考えた陸軍はついに最後の手段に出ました。陸軍大臣を辞任させた後に米内が後任の陸軍大臣を出してほしいと言ってきても誰も推薦しないという作戦を取ったのです。
こうなると米内内閣は陸軍大臣不在となり、総辞職に追い込まれてしまいます。こうして日本の総理大臣は陸軍の意向に逆らうような人物が続けることはできないようになっていきました。さて、いかがだったでしょうか。陸軍の意向に逆らうような人物が総理大臣を続けることはできない。そうなると当然ですが、次の総理大臣は陸軍の意向に沿うような人物が選ばれます。こうして名前が挙がってきたのが近衛文麿。そんな近衛のもとに新しい政党を作り、戦争を乗り切れるような国家総動員体制を作ろうという動きが起きていきます。ということで、次の動画では近衛新体制運動と体制翼賛会についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。